ため息出るな、こういう庭。ほっとする。なんだ、何かの冗談かよおめえ。だからさ、このバナナボロボロなんだってば。ほら、はぼそぼそに崩れるんだよ。何かあったんですか。誰なんだよ、これ。それをしないってことはまだ見つかっていないっていうことだ。こうなったら取るべき選択は2つだ。1、トリッシュを連れてこの列車を脱出する。しかし時間はないぞ。ものすごいスピードで年を取っていく。何妙なこと言ってんだジョルノ。まだ行くのは早いと言っているんです。いいえ、無差別に全員廊下で殺そうと攻撃するのなら、女性は廊下に強く、男性より寿命が長いという説もあるそうです。そういえば私たちは体がちょっぴり冷えていた。冷たいものを飲んでいたから。その氷はお前が持っていかなければならない。これだけか。蒸し暑い。俺まで年取っちまったらどうしてくれるんだよな。まったく。エアコン、もう一人いるのか。二人、敵は二人か。兄貴どこ行った。いねえのかよ。早い、すごい速さで腕を登ってくる。釣り上げてやるか。この糸を抜かないとヤバい。畜生、探すしかねえ、探すしかねえぞ。無駄なことだ。今針はお前の耳深く到達するところだ。氷を見つけたからよ、野郎ども。ぶっ壊れ。こいつ青ざめて叫んでいるぞ。この野郎がもしかして。体中がだるくて動きたくないし。敵本体だ。ウーノ、ウーエ、それ以上は待たない。いいな。おい、どいてろ。すぐにまた肉が食いたくなるからよ。貴様。あ、兄貴かい。また兄貴かい。そりゃ確かに氷をいきなりぶっ飛ばされたんだ。衝撃を受けるのは当然だ。氷のせいじゃあねえ。心の奥のところでおめえにはビビりがあんだよ。ナランちゃんに余計なことはやらなくていい。君は自分の安全だけを考えるんだ。それが俺たちの仕事だ。どこに、どうやって奴らは隠れているのか分かりかけてきたぞ。今は感じねえのか。そのことなんだけど、兄貴。おめえがさっき感じた気配はものすごく怪しいんだ。そうだ兄貴、俺さっき運転席の下を見てみようと思ったんだ。お前のおかげで全て理解したぞ。兄貴、何を言ったの。グレイトフルデッド。こいつら一人足りないんじゃないっすか。テッシー、何やってる。これでお前もお前の老化の能力も消えず。よっか。でかしたぞ、ペッシー。今のお前の行動、本当におしまいかと思ったよ、ブチャラティ。だがな、ブチャラティ、お前はついてない幹部だ。狙ったのは俺じゃない。もしかして、ついてないのは俺の方か。あっ、バカだ。小指が針の右側にあった。列車を止めさせろ。列車中が病気みたいなんだ。そこのお前だよ、お前に言ったんだよ。俺のプロシュート兄貴が。グレイト、グレッド、兄貴だ。息を引き取るのも時間の問題だ。兄貴の覚悟が言葉でなく初めて
人をやっちまった。